西シベリア経済地区の一日シベリア経済地区は、ロシアの12の経済地区の一つ。2015年の人口は約1656万人。2008年の国内総生産の21%を占める。全国平均より高い全国平均と同等。全国平均より低い北部は、平野、湿地が広がり人口は希薄である。南部は、丘が多く。 豊富な天然資源によって経済的重要性が高まっている。西シベリア石油盆地には広大な油田があり、オムスクにはロシア最大の製油所がある。ケメロボとノボクズネツクの周りのクズネツク盆地は石炭採掘、製鉄、製工、機械工業、化学工業の中心地である。ノボシビルスクとカメンナオビの近くのオビ川には水力発電所がある。オビ川 エルキシカワ分水会はこの地域のほとんどを覆う。南部には、シベリア鉄道、南シベリア鉄道、トルキスタンシベリア鉄道が走る。小麦や米、煙爆、天災、家畜の生産が盛んである。シベリア連邦管区、ウラル連邦管区。ありがとうございます。